ティベリウス・ゲメルスのコインティベリウス・ユリウス・カイサルネロは第二代ローマ皇帝、ティベリウスの孫。一般にはティベリウス・ゲメルスと呼ばれる。ゲメルスはラテン語で双子の意味。ティベリウスの息子ショードルスとニュイラの双子の息子として19年に生まれた。姉にリウィア・ユリア、双子の兄弟にゲルマニクス・ゲメルスがいる。父ショードルスはティベリウスと その最初の妻ウィプサニアの息子で母リュウィラはダイドルススとコアントニアの娘。19年の10月にティベリウスの養子で父小ドルススの義兄弟であるゲルマニクスがシリアで休止しており、ティベリウス、ゲルマニクスの双子はそのものを明け切らぬ時期に誕生した。23年に父小ドルススが休止、同じ年のうちに双子の兄弟ゲルマニクスも溶接する。父 ドルススの死は勢力を大きくしつつあった、新衛隊長官ルキウス・アイリウス・セイアノスによる暗殺であり、それには母、リヴィラも加担していた。皇帝テベリウスによって、セイアノスの勢力が粛清されると、シ小ドルススの死の真相も明らかとされた。セイアノスの県政の下で、ゲルマニクスの年長の男子ネロカイサルと、ドルススカイサルは後継者候補から外れており、テベリウスの後継者は、 ゲルマニクスの維持がユースカエサルとティベリウス・ゲメルスに絞られていた。ティベリウスは自分の血を継いでいるゲメルスにより愛情を抱いていたと言われる一方、リウィラとセイアノスとの不義のことの疑いを持っていたとも言われる。37年3月16日、ティベリウスが病没する。遺言上ではカリグラとゲメルスは対等な相続者とされ、一方の死後は他方が 単独の相続者となるように指名していた。しかし共同統治を支持したティベリウスの遺言は生前の不人気もあり無視され年長ですでに成人しており、また市民の人気も高かったカリグラが単独の統治者として元首に就任した。統治者の立場は無視されたゲメルスだが成人式の時にカリグラはゲメルスを自らの養子とし、さらに青年の第一人者にした。 これはアウグスティスがガイウスカイサル、ルキウスカイサルの兄弟に行ったことと同じ措置であり、後継者に指名されたことを意味した。しかしカリグラは、突然、ゲメルスに、親衛隊の副官を派遣し、殺害した。その殺害の理由を、カリグラは、ゲメルスが吐く息から下毒剤の匂いをさせており、自身に対し不信を抱き暗殺を恐れていたからだと、した。同時期にカリグラは、 最初の妻の父、マルクス・シラノスにも自殺を強要しており、以降の狂気じみた知性の始まりとなった。ありがとうございます。